細筋マングースは、マダガスカルマングースか細筋マングース属に分類される食肉類。本種のみで細筋マングース属を構成する。マダガスカル西部固有芽種マダガスカル南西部固有芽種。体長25から35センチメートル。尾長20から27センチメートル。体重0.6から0.9キログラム。全身は体毛で密に覆われるが、尾では。 膀胱に伸長する。足裏には、体毛がなく、皮膚がら出する。背面や体側面には、白い体毛が混ざる。後頭部から、尾の基部、大腿部に、褐色の細い8から12本の縦縞が入る。次回は丸みを帯びる。指跡の間には、部分的に水かきがあり、指跡には長い爪が生える。頬や頸部側面、肛門の周辺や生殖器の周辺に終戦がある。 出産直後の幼獣は体長12から13センチメートル。また、出産直後でも目が開いている。乳頭は素形部にあり、数は2個。背面や尾の毛衣は泡褐色。縦縞は赤褐色で8から10本。背面の毛衣は肺褐色で、覆面や尾の毛衣は開白色。縦縞は褐色で8本。バオバブからなるサバンナ。 リディエレアカや東大草カからなる低木林などに生息する。地表でも、樹上でも活動するが、11翌4月は樹上で活動することが多い。中高生で、夜間になると5から10月は地面に掘った穴、雨季は軌道などで休む。寒季は単独やペア、3から4頭の小規模な群れ、雨季はペアと幼稚からなる6から10頭の群れを形成して生活する。 食性は動物食で昆虫、陸生の貝類、ミミズ、鳥類の卵、小型哺乳類などを食べる。寒気は主に口ち木の中にいる昆虫を食べる。卵や貝類のような硬い殻で覆われた獲物は横になって獅子で投げ飛ばしから終わってから食べる。複数個体が協力して小型哺乳類を捕らえることもある。繁殖形態は耐性。12翌4月に交尾を行う。 妊娠期間は90から105日。2から7月に1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は2ヶ月。生後2年で生成熟する。開発による生息地の破壊などにより生息数は減少している。ありがとうございます。